狛江市の多摩川河川敷でバーベキュー利用者のゴミの放置や騒音などが問題になっていることから、狛江市はバーベキューや花火を全面禁止とする条例案を市議会に提出すると発表しました。煙、悪臭ですね、それと騒音、そういうものはひどくて、洗濯物もバーベキューの匂いがついて干せないとか、近隣の住民生活を考えたときに、ここで何も手を打たないわけにはいかないだろうと。市によりますと、ゴールデンウィーク10日間のバーベキュー利用者は合わせて1万2000人余り。川崎市側でのバーベキューが有料化されたことや、バーベキューセットを現地に配達する業者が増えたことなどから、ここ数年利用者は増加傾向にあり、ゴミの放置や悪臭、騒音などの被害が深刻化していたということです。バーベキューが禁止されるのは、泉多摩川駅近くのこちらの河川敷です。土手を隔ててすぐ隣には民家が並んでいます。バーベキューと花火を禁止する条例案には、河川敷に指導員を置く、再来年の4月から2万円以下の過料を徴収するといった内容が盛り込まれています。汚されたりとか匂いとか結構すごかったので、いいんではないかと思います。残念ですね。自分もやったことあるんで、楽しいからかな。やっぱ条例案は28日から始まる市議会定例会に提出され、可決されれば来年4月に施行されます。